さあ、今回はメタルビルド GN アームズタイプ D オプションセットをレビューしていきます。タイプ E 同様、ディテールもりもりに魔改造されてしまい、もはや別物レベルの情報量。オリジナルギミックも満載で、ルナメスファン歓喜のあの武装も、約2万5000円の超高額武装の実力見せてもらおうか。それでは本編行ってみましょう。さあ、今回ご紹介するのはメタルビルド GN アームズタイプ D オプションセット。レビューするのは改造担当のEさんです。以前発売されたメタルビルド GN アームズタイプ E と組み合わせることで、 GN アームズタイプ D を再現できるオプションパーツセットがついに発売されました。 GN アームズ自体追加武装的な位置づけなので、追加武装のオプションとかいうニッチすぎる商品になっております。開発時にダブルオファンが多いんですかね。もちろんただオプションパーツが立体化しただけではありません。今回もオリジナルギミックが満載。いや、どんな商品でもバンダイさんは本気ですね。ただ本気度合いがお値段にも跳ね返ってしまっています。オプションセット単体で 24,300 円、 GN アームズが 58,300 円と、ルナメスが 28,600 円、合わせたら11万超え。さすがに破産寸前です。ちなみに通常の GN アームズタイプ E やデバイズルナメスは以前レビューしていますので、ご興味ある方はそちらも視聴してみてください。この機体が登場したのは機動戦士ガンダム00ファーストシーズンの終盤。アリアルサーシェスとの戦いはマジで熱かったですよね。プレ版で昨年の12月上旬くらいに予約受付していて、今年の4月23日に発送されました。大元のメカデザインは海老川兼武氏ですが、商品自体の監修は柳瀬隆之氏です。さあ、まずはパッケージ見ていきましょうか。左側には GN アームズタイプ D とそれと合体したルナメスの姿が描かれています。いや、相変わらず迫力があってかっこいいですね。周囲に飛び散る GN 粒子も美しいです。 GN アームズタイプ E の箱と並べてみるとこんな感じ。ちゃんと対をなすようなデザインになっていますね。あと、オプションパーツの箱のロゴは銀箔ではないですね。グレーとホワイトのグラデーションになっています。この商品の見どころは多彩なギミックとそれによるプレイバリューの豊富さでしょう。設定通り GN アームズに装着できるのはもちろん、武装がそれぞれ分離変形してドゥナメスに装備することもできます。しかもドゥナメスファン歓喜のあの超高高度射撃も再現できるというオリジナルギミック付き。開発陣よくこのギミック思いつきましたよね。他にもギミックが隠れているようなので、ここら辺はしっかりと見ていきたいと思います。さあ、そしたら中身を見ていきましょう。ブリスターは1つだけ入っています。ブリスターの上半分はほぼジョイント類ですね。いや、ミサイルコンテナでかっ。 E さんの手の甲ぐらいありますね。手に持った感じそこまでずっしりは来ないので、プラスチックの部分が多そうです。そして見てください、このディテール。むちゃくちゃメカニカルでかっこいいですね。いや、もうほんとメタルビルドはこういうところがたまんないです。で、これがツインライフルユニット。これもまたでかいな。ツインライフルユニットもそこまで重くはないですね。ダイキャストは本当に一部な気がします。武器がかなり大型なので、ディスプレイ補助用のスタンドも一式付属。台座と支柱だけのシンプルな構成ですね。あとはおなじみのフルカラーの説明書が付属します。てか、これ表紙 GN アームズじゃないんだ。そしたら各オプションパーツを見ていきましょうか。まずはツインライフルユニット。2本の巨大な砲身が目を引く、いかにも火力が高そうな武装ですね。メタルビルドお得意のディテールアレンジで、めちゃくちゃメカニカル感が増していますね。カラーリングはブルーグレーや複数のメタリックグレーなど、無彩色をメインにした構成で重厚感を感じます。ホワイトのシールドがあることでより洗練された印象も受けますね。グレーの色使いも非常に細かく、よりメカのディテールを引き立てています。ダイキャスト部分は裏面のアームの関節や砲身横のシルバーのシャフトですね。砲身横のシャフトをダイキャストにしたのはこの製品のこだわりポイントのようです。確かにダイキャスト部分って存在感があるんで、目立つところにあるとなんとなく重厚感が生まれるんですよね。そしてもちろんギミックもあります。まずは白いパーツのこの爪を起こして、砲身を引き出してぐるっと回転させると、各砲身をこのように折りたたむことができます。いわゆる収納状態ですね。あと砲身自体もスライドして伸び縮みさせることが可能です。
またツインライフルユニットは複数のパーツで構成されています。裏面中央のアームを伸ばして砲身を伸ばした状態で砲身根元のブロックをスライドするとこんな感じで各砲身を取り外せます。砲身根元の側面にはグリップがついているのでこれをドゥナメスや他のガンダムに持たせることもできます。砲身の側面には四角いジョイント穴があるんですがこれが気になる場合は付属の2パーツを使って隠すことができます。いや細かい配慮は素晴らしいですね。もちろん砲身だけの状態でも砲身の折りたたみはできます。折りたたんだ部分は結構シンプルなディテールでした。ちなみにこのままだとパーツが安定しないので専用のジョイントを使うことでより安定してこの状態を保持できます。またジョイントパーツを使えば砲身ブロックだけを連結することもできるようになっています。さて余った白いパーツはシールドユニットです。シールド裏面のこの出っ張りを引き出すとこんな感じでアームユニットが展開します。さらに左右の装甲も展開してさらにその下の装甲を展開することで合計3本のアームユニットが展開できます。なんかこういうドローン見たことある気がするな。各アーム先端のマニピュレーターやハードポイントには GN ピストルなどの一部武装を持たせることもできます。メタルビルドの00シリーズは各商品間の連携もしっかりと考えられてますよね。お次はミサイルコンテナユニット。大量のミサイルハッチが目を引きますね。ハイグレード版だとただの箱っていう感じでしたが豊富なディテールと立体感のある造形でより存在感のある武装になっています。カラーリングは暗めのブルーグレーとホワイトの無彩色に近い色で構成されていて結構シックかつシンプルな印象。ただ適度に配置されたガンメタルやセンサのメタリックグリーンがアクセントになっていて飽きのこない工夫がされています。マーキングも適度に配置されていて広い面でも単調さは感じないですね。ちなみにダイキャスト部分はジョイントの部分だけでした。前方上面のミサイルハッチは全て展開可能。弾頭ももちろん彩色されています。後方上面のハッチも展開可能でマイクロミサイルっぽいのが格納されています。ここの塗り分けも非常に丁寧ですね。そしてこのブルーグレーとホワイトの装甲の境目が上下に展開。ここにも大量のミサイルが。しかもちょっと斜め向きに造形されていますね。細かいところまで気を配って表現していて非常に素晴らしい出来です。そして全てのハッチを開くとこんな感じ。さっきの無機質な見た目から一気に攻撃的な見た目になりましたね。いやこれは迫力あるな。ギミックとしてミサイルコンテナは折りたたむことができます。裏面のグレーのパーツをスライドしたらこんな感じで折り曲げて他の機体に接続するためのジョイントパーツや支柱を展開します。はい、こんな感じでコンパクトなシルエットに変形しました。ちなみにジョイントパーツのついているガンメタルの部分は角度を自由に変更できます。もちろんこの状態でもミサイルハッチは全てオープンします。最後はこちらのセンサーユニット。これは後ほど紹介するデュナメスの超高高度射撃装備などに使うユニットですね。これも他のパーツに合わせて非常にメカニカルなディテールが刻まれています。前方と後方についたブルーとグリーンのセンサーパーツは非常にいいアクセントになっています。センサーの内側はディテールがしっかりと見えるので非常にメカニカルでかっこいいです。前方のグリーンのセンサーやアンテナは稼働するので都度位置を変更することができます。後方のグリーンのセンサーは少しだけ伸ばすことができます。さあそしたらここまで紹介したユニットと他のメタルビルド製品と組み合わせた遊びを見ていきます。年始にサボリーマンさんにいただいた GN アームズと以前レビューしたデバイスデュナミスを用意してまずは GN アームズタイプ D を組んでいきましょう。まずはデュナメスの GN ドライブを外して GN セファー用のジョイントパーツを取り付けます。そして GN セファーをドッキング。次に大型 GN ソードを外して組んでおいた GN アームズにデュナメスをドッキングします。あとは左手にミサイルコンテナ、右手にツインライフルユニットを取り付けて、はい、メタルビルド GN アームズタイプ D with デバイスデュナメス完成しました。いやマジででかい。こんなの置いといたら家族に怒られそうなので撮影終わり次第撤収します。両腕の大型 GN ソードがミサイルコンテナユニットとツインライフルユニットに置き換わったことで GN アームズタイプ E とは違い射撃や弾幕展開に特化した姿になります。いやこんなの敵にいたら速攻で投稿しますね。そしてツインライフルユニットを展開し
ミサイルコンテナのハッチをフルオープンすると、はい、こんな感じで一斉走車っぽい見た目になります。いや見てください、この存在感めちゃくちゃかっこいい。まさに圧倒されそうですね。ミサイルで超分厚い弾幕を展開し、ツインライフルユニットで敵艦を貫く、そんな連続攻撃が脳内再生される圧巻の迫力です。さあ、そして今回の目玉の一つ、メタルビルドオリジナルギミックとして、なんとガンダムデュナメスの超高高度射撃状態を再現することができます。まずはミサイルコンテナユニットを折りたたんで、ジョイントパーツを展開。ジョイントパーツの先端を取り外して、デュナメスのお尻に接続します。そしてそこにミサイルコンテナを取り付け、次にシールドユニットを変形させていきます。まず裏面と側面のアームをすべて展開します。そしたら側面のアームを下に引き伸ばして、裏面のアームも下側に倒します。そこに付属のサポートパーツを上からはめ込んで、下側にスライドしてアームをロックします。開いていた側面の装甲を閉じて、下に伸ばしたアームを開くと、こんな感じでトライポッド形態に変形します。そしてセンサーユニット下部のジョイントを起こして、分離したライフルの方針の片方にセンサーユニットを取り付けて、ライフルアームでシールドと接続。残ったライフルの方針を折りたたんで、デュナメスの肩に取り付けたら、はい、ガンダムデュナメスの超高高度射撃装備の完成です。プラモでも立体化されていなかったあの名武装がメタルビルドでついに再現されました。いや、これを見た00ファンは歓喜したことでしょう。いや見てください、このライフルの長さ、めちゃくちゃ引きで取んないと全体が入りきりません。バカでかいです。ただ気になるというか評価が分かれそうなポイントとしては、原作とはデザインが異なっています。というのも、この商品はファーストシーズンに登場した機体をそのままの設定で立体化しているわけではなく、リビールドクロニクルというファーストシーズンとセカンドシーズンの間のストーリー、そういう世界観で設定が作られています。なので機能強化したとか故障して回収したとか、そういう設定があるのかもしれません。そしてこのオプションパーツ、各ユニットの組み合わせの選択肢はいくつもあるので、様々なアレンジを楽しむことができるようになっています。今回はいくつか例をご紹介したいと思います。まずは GN アームズとの組み合わせ、セファーユニットの片腕にセンサーユニットを取り付けます。 GN アームズからもウィングと GN キャノンを片方取り外しておきます。次にツインライフルユニットからライフルの方針を取り外して、専用のジョイントを使って方針を1本にして取り付け、あとは GN キャノンの横にライフルを取り付け、 GN キャノンを取り外した部分にはミサイルコンテナ、センサーユニットの反対側にもう1本の方針を取り付けたら、はい、こんな感じで GN アームズタイプ E プラスタイプ D 合体モードになります。左右非対称のデザインが特徴的で、なかなかかっこいいですね。そしてソレスタルビーイングのガンダムのオプション装備として楽しむこともできます。まずは方針を分離したツインライフルユニットを両手に装備した状態、腕には専用のジョイントを介して接続したり、ライフルのようにグリップを持たせることもできます。普通に方針で殴っても強そうな装備ですね。この状態でライフルを折りたたんで、専用のホルダーを使うことで折りたたんだ状態で固定することも可能です。ミサイルポッドは折りたたんだ状態でシールドっぽく装備することができます。もちろんミサイルハッチも展開するので、攻防ともに優れた武装になっていますね。また GN セファーユニットを挟んでコンテナを装備することもできます。ゴツモリ武装が好きなあなたは、ツインライフルユニットとミサイルコンテナを両腕に装備してもいいです。ただ両ユニットとも結構重たいので、うまく角度を合わせないと補助なしで浮かせることは結構難しいです。はい、ということでメタルビルド GN アームズタイプ D オプションセット、いかがだったでしょうか。一つ一つのユニットの作り込みが素晴らしく、価格に見合ったプレイバリューを追求したバンダイの努力を感じました。 GN アームズの拡張パーツとしての完成度はもちろん素晴らしいんですが、他のメタルビルドシリーズのオプションとしても遊べるようにデザインされているので、 GN アームズを持っていない方でも購入する価値のある一品になっているんじゃないでしょうか。まだまだ00系の機体の商品化企画は出ているようですし、今後も大型兵器の立体化はぜひ期待したいところですね。次はアグリッサかな。まあシリーズ違うけどミーティアも出してほしいですよね。
それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。